ぶり以上だったんですよ。初見です。嘘でしょそう、1ヶ月ぶり以上で、ありがとうございます。公演ね、コメントしてくださる方ありがとうございます。そう、1ヶ月ぶり以上で、最後にやったのが6月のいつだったかな、6月のね、いつだろう、15日とかかな、15日かな。そうでね、配信する人が寝たらウケますよねあ、そう、寝顔がね、ちょっと放送事故なんで、はい、私はそう、そんなに経った、そう、そんなに経った、偶然が重なるから1ヶ月ぐらい経ってたんですけどその時からね、経ってて、そう、経ってたんですよ。これ当たる気がしない。そうね、なんか今、そう、この間のね、おしゃべり会来てくださった方もなんか当たらないっていう方がいらっしゃってて、そう、どうしたら当たるんだろう、どうしたら当たるかな、どの枠で投げてくれてるのかな、もしかして、よかったら教えて、どの枠で何個投げてくれてるのかがね。そう、待ってますね、教えてください。西脇公園当たらないってよく聞く。本当に本当に、でも来て、なんかね、来たいと思ってくださる皆さんがね、全ての皆さんがね、来ていただけたら嬉しいなと思ってて、そう、申し込んで、ね、そうだよね、ぜひぜひ待ってますね。公演行ける気がしないスケジュール的にね、お仕事的な感じですね。こんばんは、こんばんは。そうだからね、そう、待ってますね。あ、久しぶりの申し込みで当たったんだね。そっかそっか、推しがいる公演はよく当たるかも。やっぱ推し登録っていうところとかもあるのかな。ね、あ、モバイル枠と映像走行枠で投げてくださったんですね、ありがとうございます。あ、全枠投げてくださってるんですね。なんでだろうね。そしたら、じゃあこれ前にも言ったことでももしかしたら多分ね、実践してくださってると思うんですけど、よかったら、写真、私の写真にバナナを置いてみてくださいバナナ、推し登録でも当たらないんだ。あ、そうなんだね、そうなんだね、そっかそっかそっか。あ、やっぱそれは生誕祭とかなんだ、なるほどね。そう、よかったらちょっとぜひちょっとバナナか置いてみて。それね、なんかね、本当にそれで当たったっていう方がいらっしゃるのでなんかお供え物としてね、当たった方がいるので、そうなので、ぜひしてみて。これね、本当ね、いらっしゃるんですよ、当たった方なので、ぜひしてみて。でも私も本当にお祈りしときますね。本当に行きたいって思ってくださる皆さんのお気持ちが嬉しいですし、やっぱりその今ね、そのいろいろ、なんだろうなんて言えばいいんだろうな、そのもっともっといい公演にしたいなって思ってるし、みんなね、遠くから来てくださったり、本当になんだろう、お忙しい時間、大事なね、休日を使って会いに来てくださってるので、そうだから私もね、その皆さんのね、そのなんかこう見たいっていう気持ちが私の、なんだろうな、活力になってるので、ぜひ待ってますね。ね、確かにね、そうだよね、こう当たりやすね、なんだろうね、全然当たらない人とちょっと当たるって方もいらっしゃいますよね。わかりますわかりますね。そう、それで当たってもマリちゃん的な複雑な強制これ、ね、でもね、当たったことあるんですよね。ぜひね、ちょっと実践してみてください。お願いします。はい、あ、そう、投げる期間のね、そう、間開けるとかっていうのを開けるっていうのもありますよね。結構久しぶりに投げたら当たったっていう方もね、いらっしゃいますしね。お願い、ぜひね、そう、私もでもお祈りしておきますね。でもありがとうございます、投げてくださってありがとうございます。そう、なのでお願いします。ちょっとバナナじゃない、納豆はちょっと違う納豆じゃないものでお願いしますねそう、お願いします。あ、そっか、モバイル枠だ、モバイル枠で、あんまりあれだった方もいらっしゃるんですね。そっかそっか、なるほどね。待ってますね。あ、休みと投げる、タイミングが合わなくて、あ、そっかそっか、そうなんだね。じゃあ平日とかね、できたらまたいいなと思ってるし、結構なんだろう、まあ言っちゃうと私たちがいっぱいすればいい話なんですよね、一番はこれね、一番はそうだよね。だって一番はそうじゃない、私たちがいろんな日に、月にさ、まあ今なんだろう、最高が2なんですよ、2だったかな。なのでやっぱこういっぱいするってことが一番は、そうよねそれあるよね、ですよね、そう思った、そうですよね、一番は私たちがいっぱいすることですよね。体力大丈夫です、任せて。そうですよね、
深夜枠はやんないけど普通にね、その平日もそうだし土日もそうだしって、そう私たちはねしたいんですけどね、そうしたいし、でもね、もっともっとできたらいいなって思います。岡田社長への文句ですか？どうなんだろう。まあでも岡田社長に言いたいと思いますね。いっぱいなんかその、まあ、もちろんなんか全体的に公演が増えたらいいなっていうところはありますよね。もちろんそのおしゃべり会もしつつも、その平日の時間とかにできたらなって思いますよね。それがなんかこう高校できたらねいいと思いますよね。うん、そう日曜日公演がしたいですって、そうバスケがしたいですみたいな感じでね言おうと思いますね。はい、いろいろまあ確かにね都合とかもこうスケジュールとかもあるとは思うんですけど、なるべくこうなんだろうな、こうできる日程とかを増やせていけたらいいなって思いますよね。それはぜひお願いしますですよね。あ、そうなんだよね、確かにね今のその入場制限かかっちゃってて、まあ人数とかっていうところもあるし、そうね、だから私たちが一番は何回かできたらいいなって思いますよね。それだ、大人の事情もあるんだろうな。そうだね、きっとねあるのかもしれないね。だからねこうまだ今のところ最高で月にしかできないのかもしれないピン、ね、でもいっぱいね、そうなんだろう、いっぱいできたらいいなと思ってるし、やっぱりこう行きたいって思ってくださることって本当にね幸せなんですよね。こうやって思ってくださることがすごく幸せなので、なのでね、そうまたなんかこういろいろと考えてみますね。ありがとうございます、ありがとうございます。確かにねそうなんだよね、確かにお越公演そうだよね、3回ってことだよね、月間違えた、1日に3回ってことですよね。なるほどね、確かに確かにね、少しでも増えたらいいですね。そうだよね、うん、わかりますわかります、そうだよね。やっぱ西荻の西荻が見たいって思ってくださる方がね本当にいらっしゃるのよ。ありがとうございます、会えるのすごく幸せなのすごく感じるよねありがとうございますありがとうございます。劇場に来た人がニヤニヤにやけてた、あ、うん、あのね笑ってくださったかなみんなね、そう今目元でねそう反応していただいたり、各種だったりサイリウムだったりでね、そうありがとうございます。3回回しでも行けそうですか？私はやりたい勢いかな、めっちゃそうまたぶっちゃけとか言っちゃう、3回やってるようなもんなんですよ言っちゃうと。私たちは朝必ず絶対通すんですよ、西荻公園全部通して、今日も通して、でまあジレンマもう2回お昼公演の前に歌って、でお昼公演やさせていただいて、でお昼公演が終わった後もジレンマ歌って、夜公演もまた通してっていうことで、実質3回3回なんですよね。そう3回やってるんですよ、そうリハを含めて西荻公演は3回行ってるので、そうそうなんですよ。はい、あ、目があったらうなずくですね、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、なんというのまだ見たことないからぜひお待ちしてますよ、ぜひゆかちゃん推しの方もねぜひぜひお待ちしております。はい、それなら4回やってるし、4回かねえ、そうジレンマは1日ね 1,2,3,4 1回目を見る人はリハを見るってこと、どういうことどういうことどういうこと、1回目を見る人はリハを見るっていうこと、あ、そうだね、3回公演ってことは、でも言っちゃっても絶対通すので4回ですね、実質日曜日リハやって、お昼公演おやつ公演夜公演ができたらいいですよね。うん、かな、そう、それがね一番理想かな。暑くなったし大変だね、そうだね、でも劇場内はねそうめちゃめちゃ空調は効いてるのでやりたいですね。リハを覗くことリハを覗くことですか？なんか恥ずかしいですね、なんだろう、楽な格好して踊ってますよ、踊りやすい格好して、靴履いて、衣装の靴履いて踊ってますよ踊ってます、なんか恥ずかしいね、そう楽な格好してなんかはいしてます、うん、かな、なのでねやりたいなって思います。あ、今日の劇場寒かった、あ、本当ね、本当パジャマ公演、パジャマまではいかないんだけど、ちゃんとクラシックなんだけど、そうしてます。リハ見てみたい、本当、そしたらもうバッチリお化粧しないとね、その時はねリハの時はそう軽くお化粧してるぐらいなんですよ、まあ今ぐらいですね、うん、全力、やっぱ全力な、いや全力ですね、なんか練習でやっぱりこうできないと本番でできないと思うので、うん、かな、はい、
ヨガちゃんのモバイルに寝てる人の写真が、あ、私ですね。確かに、前半後半両方出るメンバーもいるから、確かにそうなんだよね。今ね、その2校以上やってるメンバーだと、その土日公演だとね、結局自分、そうだよね、4回公演みたいな感じになってるもんね。確かに確かに、そうだよね。なんかね、こう見たいと思ってくださる方がいらっしゃるからこそ、何回かね、多めにできたらいいなとは思っておりますね。あ、今回歌詞のところは大丈夫でしたよ。おぎちゃんパジャマで出てきそうで怖い。おぎちゃんはね、今日は黒い T シャツにあのもう半ズボンでしょ、超短パン履いてました。そう、めちゃめちゃ今日おぎちゃんね、楽でしたよ。うん、リハも全開、リハも全開ですよ。はい、リハも全開、うん、全開です。ジェネもよくな、よかったね、どんどん上手くなって、あ、ありがとうございます。そうね、今日なんか褒めていただくことが多くて、ジレンマがね、嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。美脚だろうな、めちゃくちゃ美脚よ。そう、起きて2分でそう出てた。出てましたね。そう、超短パンだった。うん、そう、私はね、ジーパンに長袖、長袖着てた、今日長袖着てたな。そう、長袖着てましたね。はい、ありがとうございます。嬉しい、勇気でした、本当嬉しい、ありがとうございます。そうね、なんかこう褒めていただけるのは嬉しいですね。ボイトレか、そう、ボイトレを通い始めて7ヶ月くらいで、はい、頑張りましたね。あ、MC はね、そう、MC はね、そう、あの本番のみですね。うん、ね、長袖やって、そう、そう、なんかね、空調効いてるところだとね、逆に寒かったりするんですよね。そうなんです。そう、日焼け対策、日焼け対策もあるね、あるよね。はい。そう、あんま、そうだね、足出さないからね、私ね。うん、ありがとうございます。ボイトレって大事だよ。そうだ、歌も良かった、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。よかった、ブレス聞こえた、ありがとう。さっきも言ってくれたね、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。今日の優勝も楽しかったです、ありがとう。嬉しい。そう、確かに春カムラがね、結構出てくるよね、めっちゃ出てきますよね。嬉しい、ありがとうございます。7ヶ月間で何回受けたんだろう。なんかそのできなかった期間とかもあったんですけど、先生の体調のね、あるかって。そう、でも結構何回やったんだろう、何回やったかな、でも数もう 10は超えてるな。うん、 20も超えてるかな、結構何回かやってたと思います。はいね、あ、本当、空調の真下で震えてた、寒かったね。ね、なんか上着羽織るものあるといいよね。ね、うん、楽屋はね、あ、でも楽屋はね、そんな騒がしくはなかったかもしれない。うん、究極の二択で春カムラ側出るのは春カムラ村民だな。あ、そうかもしれないですね、そうかもしれないです。はい、言ってたかな、20以上は言ってると思います。うん、朝さえも本当ありがとうございます、嬉しい。あ、そう、金曜日かね、そうだね、木曜日のイメージですね、確かに確かに。どこまで上手くなるの、ありがとうございます、嬉しい。何回目で自信持てるようになったんだろう。私ね、でも自信ないですよ。うん、毎回なんか震えてる。毎回震えてるしね。うん、かな、震えてる、なんていうの、緊張してるから。うん、自信はないかな、多分。なんだろう、一生自信ってなんか持てない気がする。ね、そう、自信持った方がいいんだろうけど、なんか自信持てないんですよね。うん、ありがとうございます。飛行機雲はテンション上がる、あ、ね、いい歌ですよね。おやすみマリナ届いてありがとうございます。イナオジがすごいらしいけど、あ、どういうこと、お尻触ってくるってこと、毎回触れます。うん、自分手が今日よかったよ、ありがとうございます、嬉しい、安定して、ありがとうございます、いっぱい嬉しい、ありがとうございます。過信してないことだからいいのよ、ありがとうございます。でもね、なんだろう、なんかいろいろね、考えちゃうんだよね、どう思われてるのかなとかって、なんかいろいろね、考えちゃうんだよね。難しいね、そう、なんかね、いろんなこと考えちゃってね。そう、毎回毎回です、自信持った方がいい、ありがとう。まあね、多分なんか、そう、まあなんかね、フォトログにもね、熱いこと考え、熱い、なんかすごい昨日語ってしまったんですけど、なんか本当にね、なんでこれまた言っちゃう、あれ言っちゃうとあれだと思うんですけど、ごめんなさい。なんかね、そう、こんな私なんかって思っちゃうことがあるんですけど、でも、まあ、こんなって言われると怒られるんですけど、でもこんな私だから多分あれなんだよね。なんて言うんだろう、多分、なんだろうな、
そうやるんだと思います。意味わかんないよね、謎だよね。ちょっと待って、語彙力なさすぎて舌が回らない。そう多分ね、そうだと思うんだよね。なんかこんな私だから多分やるんだと思います。そうこんなんで言わないでって言われるんだけど、そうそうなんですよちょっとよくわかりません。わかんないですか。そのまりちゃんが好き、ありがとうございます。そうだから多分こんな自分って思ってるから、多分ね私ねめちゃめちゃね自分のことは見てると思うよ。うん見てると思うんですけど、そうやばい、もうこんな私だからなんかちょっとでもマシになるようにと思ってそうやってますそんなまりちゃんありがとうございます。ありがとうございますね。そこが魅力なの、ありがとうございます。そう言ってくださって、だからこそなんか多分あれなのかな、うんだと思いますはい、そうそうなんですよ。そうね、ありがとうございます。あーまりちゃんが好き、ありがとう、大好き、あ大好きってありがとうございます、嬉しい。もふけんに見てる、あったけんかな、ありがとうございます。そうなんですよね。あ本物が可愛い、ありがとう、そう言ってくださって、それが偉いなって思うんだよ本当に。ありがとうございます、そう言ってくださって。そんなことないけどね。でもなんかこうやっぱりね、そのこんな私のことを好きになってくださるから応援してくださるし、だからこそ頑張ろうって思えるんですよねありがとうございます、はい嬉しい、はい、ありがとうございます。どんくさいぐらいか今日変えられる、ありがとうございます。めちゃめちゃどんくさいですけどすいません、ありがとうございます。え何ですかこれ、ありがとうございます。パカッてなからから、くまちゃんありがとうございますありがとうございますね、嬉しい。今日もあんたに可愛かった、楽しかったです、ありがとう、あただ可愛かったで楽しかったで、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい。二周期公演見たい、ぜひまりちゃんらしく頑張って、頑張りますね、ありがとうございます。アイドル見るってそんなとこじゃない、そうなのかな、そうなんかな、パカってね、ありがとうございます。だからありがとう、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、なので頑張りますね。マリアちゃんに釣られてしまう、あもうねこれは釣られてます言っときます、これは釣られてしまうじゃない、もう釣られてるありがとうございます。そうよ、ありがとう。そんいつになっても謙虚なマリちゃん、いや謙虚じゃないよ、謙虚じゃないですよ、謙虚ではない謙虚じゃないのよ、本当に私ね謙虚じゃない今日のハッシュタグも謙虚じゃないぐらい謙虚じゃない、そう謙虚じゃないのだけど、なんだ本当にこうなんかね、やっぱ自分でも本当に自分のことは理解してると思う、うん何回も言っちゃった、理解してると思うんだよね。そうダメなところとかもなんかあれなんかなんだろう、こういうところとかこういうところとかっていうところを理解してるから、やっぱやんなきゃなって思うし、やっぱ練習しなきゃなって思うし、そう、あ全員否定しちゃった否定しちゃったね、そう自己肯定が自分ないんだけど、うんそうだねかな、そう本当にダメ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 、ここ気にならない、ここブスみたいな感じで本当にそう公園のね映像とか見てそう思うんですよ。うわすごいブスライクな顔した瞬間、何この顔、なんでこんな顔したのみたいなっていうところとかもあったりとかするんですよ、本当にあるんですよ。なのでね、だからこう少しでもね、まあ可愛く見られたいなと思うから、表情とかもそうだし、まあダンスとかもそうだし、歌とかもそうだし、そう本当にね、そうめちゃめちゃ見てると思います。なんでこんな顔したんだろうとかそれでもマリアちゃんが大好き、ありがとうございます、ありがとうございます。そういや厳しい、あ厳しいのかな、でもそうじゃないとなんか多分ね、なんだろう、なんか良くなっていかないと思うんですよね。なんか自分のことをめちゃくちゃ見て、これダメ、ここダメ、こうしたい、こうなりたいみたいなことをして、きっとねこうなんかなんだろう、成長というか、そういうなんかこうもっとさらにもっとっていうところを、なんか前の公演よりももっとっていうところを見せられるんじゃないかなって思います。はい、でも本当にね今日ね、あのねクリック音が聞こえなくてね、そうなんかねチッ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 っていうクリック音が聞こえるんですけど、メンバーにステージ立ってると、その時とかもねオオカミとプライド夜公演の時に、そうちょっとフライングしちゃってでってのところに、そうちょっと打ってみたいなってそうフライングしちゃったりとかね、そうちょっと恥ずかしいですね、そういうところですね
そう、そういうところめっちゃ恥ずかしかった。すごいフライングしちゃった。危なかったです。はい。だからだったのね、あの動き。そう。え、あ、いや、まだ、あ、まだかってこと言って、あ、あーみたいな。ありがとうございます。すいません。そう。恥ずかしかった。めちゃくちゃ笑っちゃった。そう。本当に恥ずかしい。全然なんか、そう、勢い余っちゃって、勢い余ったっていうかね、ちょっとね、先走ってしまいまして、そう、おどおどしちゃった。そう、ちょっとね、恥ずかしい。そういうところとかもあるんで、ちょっと気をつけますね。うん、それ気づいたですよね。恥ずかしい。そう、なんか、クリックも、あれ？あ？いつだ？いつだ？おぉみたいな、ちいち。恥ずかしかった。めっちゃ恥ずかしかったです、その時。そう、恥ずかしかった。そう。そういうハプニングの生ものの楽しさ、本当恥ずかしい、本当にね、面白い動きしてたよね。そう、あれいつ始まるんだろうと思って、そう、フライング、マリナフライングしちゃった。前のめりいいじゃないですか。いや、いつもならね、聞こえたんだけど、なんかね、急になんかいつなんだろうと思って、そう、そしてね、ちょっと恥ずかしかったですね。可愛く入れします、ありがとうございます。そう、こっちみたいな。そう、私、これ私がね、あのクリック音聞こえなかったのがいけないです、すいません。そう、後でアーカイブで映ってるよね、絶対映ってるよね。そう、恥ずかしい、ううかみたいな、恥ずかしい。いい動きじゃないですよ、全然恥ずかしいです。そう、聞こえなかったんだよね。そう、いえ、あれ、いつ、あ、あー、ここかみたいな感じ。よかったらチェックしてみてください。あとね、そう、半袖になったんですよね。あの、普段じゃない、いつもだったら、そう、ここら辺七分袖ぐらいの、ここがクシュってなってる、あのジャケット着てたんですよ、スイカ衣装の時。スイカ の, あの長袖、ちょっと長袖、一番長い袖のジャケットの時にちょっとクシュってしてて、そう、それがね、最近だんだんこうゴムが伸びてしちゃって、こういう状態、もうほぼ長袖みたいな、もうもろ長袖みたいになっちゃってたんで、そう、変えました。ハソニーにしました。はい、あれ、クリックオンっていうんだ。そうクリックオンっていう、チッ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 ってやつ。そうなの。半袖のね、モフの衣装着たかな。長袖があのノエの衣装だったんですけど、そう、モフの衣装を借りました。そう、半袖になりました。そう、衣替え。あ、気づかなかった、本当。そう、ね、何種類作られてるかな。なんか、あとカニの着てた、こう、ここが肩出てる部分とかもあったりとかしてて、そう、それもね、半袖だったかな。で、ゆかちゃんが着てるやつもあって、それがリエさんのやつかな、うん、ですね。なので、そう、それをね、ちょっと着替えました。そう、腕伸びたのかと思った。どういうこと？腕最高、ありがとう。そう、長袖ね、そう、ここまで降りてきちゃうからね。そう、ちょっと暑くてね、ここだったらね、よかったんだけど、だんだんゴムが緩くなってきちゃって、そう、夏にぴったりでした。夏っていいよな。いいですか？成長した、成長しました、ありがとう。結構そう、パターンある。早く見たいね、ぜひ待ってますね。またね、西荻公園の、あのスケジュールとかも出たら、ぜひ応募してくださると嬉しいなって思います。うん、ありがとうございます。そう、何か違うと思ったら、そう、半袖だったんです。こんばんは、こんばんは。布が少なくなったってこと？そうだね、うん。オフショルになればいいのに。それはもう好みじゃないですか。それは単純な、あの、好みですよね。わかる。朝早が配信でマリちゃんとコラボ配信したいって言ってて、あ、え、しよう、嬉しい。あら、サーヤ、そう、すごいね、サーヤね、私のお下がり一番来てくれてるんですよ。そう、サーヤすっごい来てくれて、この間、その、あ、今日、あの、載せて、ツイッターに載せてくれた、その、オフショルの、ちょうどオフショルだね、そう、オフショルにもできる、あの、白いトップス着てて、そう、あげたやつをね、着てくれたりとかしてて、そう、ちょっとね、今度あげようかなって思いますね。うん、猫耳つけよう。ねえ、猫耳つけてるメンバーを見るのは可愛いんですけど、ちょっと私もう猫耳大丈夫かな。一番動きやすい衣装はどれですか？あ、でもスイカも動きやすいし、あの前の西荻 T にあのデニムのスカートも動きやすかったかな。あと、そうだね、ひまわりの元の衣装のやつも、あのランクインコンサートで着たやつも動きやすかったです。うん、ギリギリいける。嘘でしょ。そう、あ、サイズ的にそうだね、そうで、全然一緒だね。年齢って、そう、年齢的にねって、そう、うさみもちょっとね、もう年齢的に。え、めっちゃ見たいっす、ほんと。ワンちゃんの耳、ワンちゃんの耳可愛いかもしれない。え、似合うよ、ほんとに。帰ってきました、ただいま、お疲れ様です。お疲れ様です、自信持ってください。ありがとうございます。明日はお休みなので、夜公演ゆっくり楽しみ、ありがとうございます、嬉しい。
ちょっとエアコンつきますね。話してたらだんだん熱くなっちゃった。 TikTok で頼むね。あ、わかりました。尻尾もいいな待ってすごいなんか本格的な猫の格好になっちゃない？大丈夫？大丈夫ぞこれ。マリちゃん17歳でしょ17歳じゃないです。もう95年生まれなので、もうね26歳になっちゃうんですよ今年で。うん、年齢的？はてなってまだまだいけるって。本当に？新潟に公演行ってた日が懐かしいな。あ、ぜひまたいらしてね。待ってます。あなたどれもつけてもいいや。本当に？ちょっとなんかあんまみんながつけなさそうなやつつけたいな肉球もつける。あ、でもサーヤが肉球つけたよね。そう、永遠の19歳ですよねって言いたいけどね。16歳とか言いたいけどね。うんね。あ、オオカミとプライドの衣装確かに可愛いですよね。あのチェック柄をね、本家様のね、わかる。確かに確かに。25歳のって確かにそうだよね。あ、年齢言わないでいこうかなと思ったけど、そう、大体ちゃんと言ってるんだよね。多分26歳になったとしても多分言ってると思うあの言ってると思いますね。自己紹介の時多分ずっと言ってるかな。うん、マリニャンラブ。マリニャン馬は馬したこと、あ、馬したことない。え、馬娘の格好とかしてみたいね。ね、できるならそれか大悟人格の格好とかしてみたいな。ね、してみたいかもしれないなんかみんながあんまりしなさそうなやつをしてみたい。コスプレするならね、もしね、するとしたらね。ね、いいよね。でもちょっと何がいいかな、何がいいかな。スペちゃんがいいかな、格好でも髪長いからな。このぐらいの髪の長さの人誰だろう。あれかな、あれかな。あハロウィンの、確かにね、ハロウィンの時にね、なんかできたらいいかな。ちょっと悩むね、悩みます。制服もいきます。本当？あ、東海帝王とか、あー確かにポニーテールして東海帝王とかも可愛いかもしれない。うんね、いいかもしれない。あ、ゴルシー、ゴルシか、ゴルシ髪の毛白くしないとかなね、そう髪の毛伸びたんですよ。そう伸びたよね。そうポニーテールしてもね、そう長かったんですよ今日。そうポニーテールしてもね長かったんです。スーパークリークちょっと待って、なんか何かが足りない。それは何かとは言わないでおこう。はい、そう結構伸びたよね。そうウィッグか、ウィッグでね、ウマ娘のね格好したいな。それかそう大悟人格の妻子だとちょっとセクシーすぎちゃうので、なんだろうな、そうあのナースの医師だっけ、医師の格好したいみたいなって思います。何かが足りないについてはちょっと何も言えないですけど、はい。あ、そうだね、あゆとね、確かにできたらいいですね。ウマ娘ね、そうだね、いいかもしれない。うんね、ちくらの公園、ちくらの公園で西方マリナ下から28番目ってそうだよね。そうね、紹介と自己紹介聞いてってそうだよね。私28番目になるんですよねもう上から数えた方が早いっていうね。そうなんですよ、最年長でね。うんね、藤子ちゃん、みんな藤子ちゃん無理でしょ無理だよ私は無理です。新潟競馬場走りますかね、走りたいですね馬娘の曲流して、はい。あ、そうね、ニコ生の配信見て、あ、確かにね、パーティーの衣装ね、また着たいな、また着たい。パーティーの衣装もね、エモいですよね。エモかったよね。うん、確かに人生のベテランになってきましたね。確かにそうだね、メンバーの中では一番人生のベテランかもしれない。そうマリちゃんそうだよ、そう最年長なんですよ。しみじみ思うよね。ね、うんね、そうミネフジ、そうラムちゃんも足りないし、あのミネフジコもちょっとあれなんでちょっと結果です。あ、そうね、キツネメの衣装ね、懐かしい。キツネメの衣装もねまた着れたらいいんですけどね。ね、うん、あ、長いです。あ、ごめんなさい。オンラインだったらスーパークリックもできるよ。ちょっとどういうこと、どういうこと、それはどういうことかな、ちょっと詳しく聞かせてそう、やっぱ時衣装、そうね、時衣装も着たいよね。なんかあれだよね、なんかエモい、エモい衣装、なんかその最近着てないような、前着てたような衣装着たいよね。普通になんかあのスカオの衣装とかも着たいし、世界の人への衣装も着たいし、そう青春時計の衣装もね着たいんだよね。うん、そう、じゃあバイキンマンだってどういうこと、どういう、なんでバイキンマンそうなんですよね。うん、なのでなんかね、懐かしい衣装を着たいなって思います。あ、ジャンヌみたいな衣装、確かに赤の衣装着てたからね、したい、着たいですね。うん、着たいなって思います。
ねえ、何がいいかな。プリーツたくさん、そう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 、秋の頃構えしましょうね。着たいなって思います。あ、純情主義の衣装ね、確かにいいな。いいかもしれない。そう、過去の表題曲のいいよね。そう、バイタルの衣装はあのバイト AKB の T シャツにあの白いプリーツスカートを履けば完成です。完成でございます。あ、君のニュースの衣装はありますね。今マミムメモって着てますよね。着てるよね。うん、そう、そう、バイタルさんの衣装はね、それで完成でございます。うん、あ、青春時計の衣装が好き。あ、本当？赤のやつ可愛いですよね。私もあれお気に入りです。うん、そう、 NCT の衣装ね、今日ね、あの長めなんですよね。ちょっとお茶飲みますね。そう、長めなんですよね。埃の丘のチェックの衣装が一番好き。ああ、あれも可愛かったですよね。みんなね、それぞれねデザイン違ったりしてね、可愛いですよね。うん、君のニュース、あ、私が噛んだやつですね。公園で使ってた衣装を AKB さんに、あ、そうだね、返したものもありますね。そうだね、結構埃の丘がもともとその AKB さんの衣装だったので、そうだね、結構返してるかな、返してると思います。長めのスカートすんごい可愛いね。可愛いですよね、今ね、長めの方が多いもんね。うん、お洋服とかもね、そうだよね。うん、顔面見すぎてあんまり衣装見てない。嘘、ちょっと衣装も見てみて。友達でいましょうの衣装はもうあれだよね、白いコートだよね、ほぼ。あと赤いワンピースかな。そう、ワンピースですね。うん、埃の丘のトートを持ってると可愛いって言われる。あ、本当？デザイン可愛いんですもんね。あ、そう、返しちゃいましたね。そう、チームサプライズの、そうそうそう、返しちゃいましたね。そうそうそう、埃の丘の衣装全部好き。いいよね、いいですよね。そうなのでね、なんかね、いろんな衣装着れたらいいなって思うんですけどね。 AKB さんの衣装とかもね、そう、着たいですね、またね。うん、着てみたい衣装ってある？着てみたい衣装なんだろう、もう一回、あの一回ね、着させていただいたことがある、あのチェックのリボンがついてる、あれ何の衣装だったっけ、ギンガムチェックの衣装なのかな。そう、ギンガムチェックのあの衣装で、そう、あれすごい可愛いんですよね。あれがね、私すごい可愛かったんですよね。ちょっとおへそ着させていただ、あ、そう、着させていただいて、そう、可愛い。あ、そう、左腕のね、衣装も可愛いよね。あと何だろう、 AKB さんの衣装で何着たいかな、何着たいかな。愛の毛布の衣装も可愛い。何が着たいかな。天使の尻尾も可愛いね。やってみたい公演とかありますか？パジャマドライブ公演やりたいのと、あと何やりたいかな。何やりたいだろう。でもパジャドラはね、もう一回やりたいんだよね。もう一回やりたい。そう、なんかエモさをまた感じたいなって思うんですよね。そう、やりたいですね。強がり時計の黒い衣装も良かった。あ、そうだね、いいよね、いいですよね、いいですよね。あ、前半で着てた衣装とか、前半で着てた衣装って、あのジャケットのやつ、あの初日の衣装のやつかな。ジッパーの衣装着てほしいね、可愛いよね、絶対ね。あの、ニカがいるの衣装も可愛い。あ、なるほどね。あ、シアターの女神公演もいいね、確かに。僕の太陽公演もいいね。そう、いいよね、やりたいなね。そう、やりたいですよね。今だとね、そう、またね、そう、夢品も普通にやりたいなって思うし、そう、なんかみんなで劇場を立ちたいなって思うよね。ね、アリセットね、いいね。そう、やりたいなって思いますよね。そう、バリッキーとか、私ガタキーになるのかな。肩気になる。ラブラブ L3 とか懐かしい。確かに懐かしい、懐かしいね。大人になる前の衣装はもう、あれはあれは制服でございますよね。確かに制服だよね。そう、16人公演がそうしたいんですよね。そう、強そうな肩気になっちゃうよね。そう、もう超強そうなんですよ。あんま可愛くなくて私肩、あ、肩ピーか、肩ピー、もうガタピーってもうゆかちゃんの指じゃない。ガタピーってもう。でもガタピー、ガタキーよりガタピーの方が確かにちょっと柔らかくなっているいいかもしれない。そう、丸ね。ああ、もうその、もうそれはさや姉さんですね。
ね、さや姉さんですね。あ、抱きしめられたらとかもねやりたい。なんか意外と大人っぽい曲をやったのが私あれなんだよね、誘惑のガーターぐらいじゃない、がっつりこうなんかめちゃくちゃ大人っぽい曲やったのって。だよねだよね、カタピーっていいかもしれないね。そう確かにいいかな。なんかそうなんかね、あんまこうなんか大人っぽい曲をやったことがないので。そうでもマチャゴナドゥとかもまあ大人っぽい曲に入るのかもしれないんだけど、そうなんかねやってみたいなって思いますね。愛の、あ、愛のストリッパーか。愛のストリッパーも1回ぐらいかな、1回ぐらいしかやってこないね、コンサートでね。ねかな。あ、ちょっと待って、アホちゃんとお示しやってほしい。あ、そう、カリシャツみたいな感じ。お示しはね私やったことはねないんですよ。そう、あの禁じられた2人なんですけど、ゆかちゃんとやらせていただいて、お示しはねやったことない。意外でしょ。そう意外でしょ。あ、みなみちゃんとガータすごかった、ありがとうございます。そう、誘惑のガータかな。あ、でもそうだね、みんなでやったとすれば確かに佐藤渡るだね。佐藤渡るも確かにセクシーな曲だね。ね、だからこうあれをなんかね大人の曲やりたいね。ゆか、おぎゆかとお示しこんな顔になっちゃったちょっと待って、うわー、なんかお示し、どうなんだ。でもあんまなんかうちらってね、なんかね、なんだろう、ないんだよね、そういう感じがないんですよ。わかります、なんかなんかね、あのオギー、私ね、私たちってなんかごめんね、なんか変なんだろう、でもそうなのかな。なんかそのなんかメンバーだったらさ、普通にこうなんかこう抱き合ってるのとかよく見るんですよ。抱き合ったりとか、なんか寄りかかったりとかっていうのがあるんですよ、メンバーだったり。なんかこう手つないだりとか、こう寄っかかったりとか、なんかこうなんだろう、あるんですよメンバーならね。だけど私たち西荻ってなぜそれが一切ないんですよそう、女の子同士だから、なんかこうね、こうやったりとか、なんかこうなんだろう、こう膝の上に乗ったりとかっていうのはあったりとかあるんですけど、なんか女の子がこうね、なんかこうなんだろう、こうくっつくみたいなこと、あ、そう、腕組んだりとかってあるんですけど、日照儀一切なくてそう、ベタベタした感じがね全くゼロなんですよ。そうだからなんだろうな、なんだろう、だからね、そういうなんかね、お示しとかっていうのがね、なんか出せる雰囲気出せるのかわかんない。あ、マンネリとかじゃないですよ、マンネリとかじゃないんですよそうなんですけど、そうだからね、ちょっとないからこそ、そうないからこそ禁じられた2人をあえて入れたんですよ、あえて入れたんですけど、そう、そういうね、そうなんかユリのイメージがないから入れたんですけど、でも本当にね、私たちそういうのがないんですよね。そうなんかね、そう、そう、心は寄り添ってる、うまいね、そう、うまい、そんな感じ、そうユリって感じがしないですよ、的な感じがしないですよね。どうなんだろうね。でもいざやるってなら大丈夫なのかな。まあリカちゃんとね、アイムシュアやらせていただいて、なんだろうな、まあまあなんかね、こういい感じにできたんですけど最後チューしちゃったりとかして。そうだけどゆかちゃんとっていうのはないんだよね。そう、誰とやる、誰と似合うかな誰と似合うと思う。なんかでもリアルなんだろう、ちょっと待って、想像したね、嫌がるゆかちゃんそうなんだよね、そうなんだよね。そう、私がゆかちゃんとじゃあチューできるかって言ったら絶対チューできるんだけど、そうでも多分ゆかちゃんが嫌がるかもしれない嫌がるかな、そう、そう嫌がるんですよね。あ、サーヤかな、あ、サーヤ、ミハ、あー、ミハね、あー、なるほど、ユナコ、ユナコちょっと危険性があるなね、そう、さあ、ミハルかね、かな、ゆかちゃんに言うぞ、でね、そうかな、誰だろうな、ユナオジ、あー、サーヤ、ナナミあたりかな、あー、ナナミちゃんね、なるほど、どうしよう、誰がいいんだろう絶対してるけど、そんな感じ、そんな感じ。リカちゃんとの割と好き、あ、ほんと、どういうなんだ、そういうなんか歌ってなると誰が似合うんだろう、誰、あ、ナナミちゃん良さそう、確かに、あ、ナナミちゃんありかもしれない、カエリちゃん、カエリちゃんがね、そのイメージが全くないんだよね、全くないんですよね。そう、あ、ゆなこ、つぐちゃんもね、ないんですよね、確かに。ナナコ、ナナコめちゃくちゃリアルな、なんかうちら、なんかうちら、なんだろう、私とナナコってなんかさ、なんだろう、なんだろう、ドロドロ感ない
って、なんか奈々子と私ってなんかドロ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 感あるよね。なんだろ、奈々子とだったらちょっとなんかそういう歌だったらなんかちょっと、そう、どっちも大人だし、そうなの、なんかちょっとドロドロ感があるよね。そう、なんか昼ドラっぽい感じがあるよね。だからね、ちょっとリアルすぎちゃうな、奈々子とだって。いい意味でね、いい意味でちょっとリアルすぎちゃうかもしれない。わかるでしょ。だと、もしそのゆり系の曲を誰かとやるとしたら、まあそうだね、ななみちゃんかな。ななみちゃんがいいかもしれないかもしれない。うん、そう、ななそうだよね、ななこがやるイメージもないもんね。確かに、かな。見てはいけないものみたいみたいな。そう、そんな感じ、そんな感じかな。うん、ななみちゃんかな。ひなたか。ひなたも想像つかないな。ひなたと私ってどうなんだろうね。ななみちゃん、やった、俺得みたいな感じ。ななみちゃんかな。うん、そう、ゆめちゃんね。あ、ゆめちゃん、ゆめちゃんもリアルだな。めちゃめちゃリアル。意外とノイピノイピノイピノエノエもイメージないんだよな、ね、イメージないですよね。なんかノエはこうかっこいい感じかな。そうだね、ななみちゃんかな。妹感あるかな。そう、見たらごめんなさいって言っちゃいそう。みゆみゆ、あ、みゆみゆね。みゆみゆか。みゆみゆもな、なんかみゆみゆはなんか私とやったら申し訳ないな、なんか私がなんか怪我しちゃうみたいな感じじゃない。ちょっとね、どうしよう。でもそうだね、ななみちゃんかもしれないですね。どっちも笑っちゃうよね。どっちも笑っちゃいそうだよね。そう、あ、そうだね、ちかなちゃんが怒るかね。そうだね、かもしれない。ねえ、そう、確かに新たな一面だね。ちょっと私が汚しちゃうかもしれない、申し訳ないですね、かな。うん、そうだね。もしお示しをやるとしたら、候補はななみちゃんかもしれない。そう、いや、本当に難しいよね、難しいよね。なんかこう組み合わせとかイメージとかって、なんだろう、まあいっぱいあると思うんだけど、まあそれぞれだとは思うんだけど、そうだね、もし私がお示しをやるとしたら、そうだね、ななみちゃんか。今あのゆなことさ、マッシーでやってるじゃない。それかマッシーもいいなって思ったかな。うん、まあさやもね、いいですよね、かなって思います。あ、ゆうちゃん、あ、ゆうちゃんも、確かにゆうちゃんもいいかもしんないね。大人っぽい雰囲気あるしね、色気があるからいいかもしれない。確かにいいね、ゆうちゃんもいいな、ゆうちゃんもいいな、ゆうちゃんもいいねかな。そう、確かにね、そういうのをね、コンサートでできたらいいだよね。あ、ハートの独占権、あ、これハートの独占権をやるとしたら、これこそ七子でもいいかなと思った。あ、でも似てるか、似てるか、どっちも紫側か。紫の衣装2人になっちゃうね。ちょっと待って、それは違うかね、なんかこう、あ、あれかも。これだったらハートの独占権をもし誰かやるとしたら、そう、紫の奪い合いになっちゃうね。ナナコとだったね。だから、そう、紫顔なんで、私もナナコも。そう、だからね、やるとしたらピンク、ピンク、あー、ハルカムラいいかな。どう、ハルカムラ良くない、これ。ハルカムラいいかもしれない。うん、なんかピンクの、ピンクって思って今ね、なんかこう可愛い感じだったら、あ、そう、確かに日向もいいね。日向もいいけど、ハルカムラと私ってどう、ありだよね。え、なんかちょっと想像してみて、あの歌詞にさ当てはめてみるといけるよね、いいよね。あ、ありだよね、私が紫で、あのハルカムラがピンクでって、あ、いいかもしれないね。今パッてそう思い浮かんだね、ノリノリ言ってくれそうよね。そうだよね。あ、村 vs 沼。確かにいいかも、直接対決になるかもね。そうかな、なんかいいかもしれない。あ、ハートの、あ、サーヤね、サーヤもいいね。サーヤもね、でもね、大人っぽいからな。なんだろうな、サーヤとやるとしたら、サーヤとやるとしたら何かな、ちょっと悩みますね。いや、メンバーと考えると確かに楽しいね、いいかもしれない、いいかもしれないね。リアルすぎる、サーヤと、あおちゃん、あおちゃんとね、あおちゃんか、あおちゃんでもいいけど、なんか私以外もう譲っちゃいそう、いいよ、どうぞってなっちゃう。私がもう引いちゃう、なんかもうバンってできない、こういうなんか押されたりとかっていうのを押したりとかっていうのも全できない。ちょっとあおちゃんだったら申し訳なくなっちゃうね、かな。うん、あ、残酷ラーメンもいいね、残酷ラーメンいいですね、かも。なんかね、あ、まなちゃん、あ、まなちゃんね、まなちゃん、まなちゃんいいかもしれない。さやと手間でも、あ、それもありだね、確かに手間でもいいな。どうしよっかな、何がいいんだろう。
そう、それがいいかな今パッて。そう、ハート&ドッグ選挙やるとしたらハルカムラとかなって思います。うん、かなあ。隣のバナナか。隣のバナナだったら誰がいいんだろう、私やるとしたら。誰だろう私。隣のバナナ、それこそなんかゆかちゃんっていう感じも思い浮かんじゃうんだよねパッとね。うん、テラヒナ。あ、テラヒナね。テラヒナも大人っぽいもんね。なんかね、何がいいかな。何か、わがままの流れ星。わがままの流れ星だったらあおちゃんとやりたい。それこそあおちゃんとやりたいな。そう、バナナだったらちょっとねゆかちゃんかなって思った。なんかそうユーモアのちょっと感じだったらゆかちゃんとかなって思うかな。そう、ゆかちゃんとの感じですよね。うん、結局どんな組み合わせでも確かに楽しいね。確かにいいかもしれない。ジッパー、ジッパーだったらこれこそさあやまなちゃんなのかな今思った。アボカドじゃねえし、あーこれね、かわいい歌ですよね。これこそ7個とかあえてそうやりたいね。アボカドじゃねえしとかね、いいかもしれない。うん、かも。7個&ゆかちゃんとで天使の尻尾お願いします強烈、めちゃくちゃ強烈でございますね。あ、西荻の手元を使った、ありがとうございます。そう、もう一回ね、いつかね、どこからやれたらいいなって思いますね。あ、みはるともいいね。確かに可愛い曲、みはるとでもいいかもしれない。いいかな。そう、あえてもいいかも。マリナちゃんとリカちゃん、合う？嬉しい。ありがとうございます。ねえ、いいなぁ。なんだろうな。でもいっぱいいろいろと考えると楽しいですね。ありがとうございます。ね、いろいろ。ねえ、こうやって話すとやっぱね、こうコンサートとかでね、やりたいなって思うし。うん、ねえ、できたらいいなぁ。リカマリも好き、ありがとうございますね。したいよね、インパクト大ですよね。確かにいろいろね、なんかもしよかったらこの組み合わせで見たいみたいなことがあったらぜひお待ちしておりますね。あ、恋愛クレッシェンド、もう、あ、純愛だ、ごめんなさい、恋愛って言うじゃん。純愛クレッシェンドもね、いいよね。3人だよね。それこそ大人っぽい曲だもんね。そうだよね、さっさ言いましょうかって言ってね。そうだよね。それだと、それこそ、それこそ誰だろう。うわー、でも、でもテラヒナどうもいいかも。テラヒナでやりたいな。テラヒナとゆうちゃんとっていうのもありかも。それでね、大人っぽくいいかもしれない。あ、バードちょっと待って、ごめん。バードはね、もう南の印象しかないのよね。ね、あ、君と僕の関係なみはるね。なるほど、浴衣公演みたいね。確かに浴衣公演とかね、できたらいいですよね。女性ファンが喜びそうな組み合わせ。あー、でもなんだろう、ガチャピオとかもそうだし、まあ西荻もそうだし、あと何かな、何が喜んでいただけるんだろう。うん、かな。メンバー選ぶのは誰が決めて、大体それはね、マネージャーさんかな。マネージャーさんが決めてますね。うん、マッシーともね、やりたいね。うん、早くコンサートしてほしいね。やりたいですね。そう、やりたいですね。ちょっと待ってね。バード、そう、バードはね、ほんとみなみちゃんのイメージなんですよね。ノースリーブスの曲ね、やりたいですね。やりたいな、やりたいね、やりたいですね。そう、それこそアンサーとか、そうやりたいし、そういいな、いっぱいやりたい曲がありますね。口移しのチョコレート、あら、誰と見たい誰と見たいですか、それは聞きたい。そう、誰としても結局見る、マリちゃんは見るんだけどねありがとうございます。あ、フレンチキスの曲もいいですよね。前にね、以前にそうやらせていただいたんですよね。あの、かっこ悪い I love you で合ってるかな、ごめんね、書いタイトル間違ってごめんなさいなんですけど、そう、リエさんとね、そのひなたと3人でやらせていただいてて、またね、やりたいなって思います。あ、君しか、いいね、それもいい歌ですよね。あ、リカちゃんあともう一人誰だろうね、いいな、やりたいかもしれない。やりたいな、マリナプロデュース公演深夜でももし私が多分こうプロデュースさせていただくとしたら、そう、大人っぽい曲で固めたいなとは思うかも。うん、なんかそう、今そのなんだろうな、お、なんか大人っぽいっていう、がっつり大人っていう公演がないと思うので、なんかそっち、そういうなんかこう大人っぽいのを見せられる公演はしたいなとは思ってるんですよね。まあ、深夜じゃなくてもね、普通に昼夜公演でやりたいんですけど、そうやりたいんですよね。なんかそういうなんだろう、大人な感じ、こう女性らしさを伝えられるのとかいいな。あ、
ね、そうやりたいなって思いますね。待って、うん、3時から始めましょう。3時から、え、ちょっと待って、朝夜これどっち？チョコレート空いたらもう、あ、確かにあゆもやってたよね、やってましたよね、そうだよね、うん、かな。あ、そうそう、アイドルエッセンス公演がそう可愛らしい感じなので、それにこう、なんだろう対抗してってわけじゃないけど、なんかそうだね、逆な大人っぽさっていうのをやりたいなって思いますね。うん、 ICDN さんね、おつもり公演、そうだね、うん、そう、夜中の公演、夜中の公演になっちゃうけど、そういえ、まあ一応昼夜でやりたいですね、うん、かな、そうね、やりたいですかな、ね、おつぼねになっちゃうかな、うん、ね、22時以降になっちゃうね。マリナちゃん、こんばんは、佐藤渡るみたいなね、確かにいいかもしれない、ちょっと考えますね、やってみたいな、できるかな、うん、そう、おつぼね公演もしたいなって思うんですけど、そう、みはるも2つあって、りかちゃんも2つあって公演がね、で、そう、ななこがね舞台とかで忙しいから、そうやりたいんですけど、でおつぼね集まるかなって感じなんですよね、うん、そう、おつぼね集まるかしらね、そうかな、そう、マリナが出てる声なら何でも OK です、 ありがとう、そう言ってくださってありがとうございます、うん、かな、そう、なのでね、したいと思います、そうね、やりたいよね、さあ、僕の涙は流れない、そうだね、いいよね、それもやりたいですよね、あれはね、土台が必要な、土台が欲しいですね、うん、かな、三年長公演でいいよ、どういうこと一人その公演ってことかな、レイリー公演、そうだね、レイリーみたいな感じだよね、そうかな、確かにね、そう、2つ目の公演がね、あったらね、確かにね、そう、なんかこう見ていただける機会とかもね、増えると思うんですけど、そう、やりたいなって思いますね、そう、飛べない揚げガチョウとかもこの間一人で歌ったんですけどね、いつかそれもね、披露できる機会とかがあったらいいなって思います、本当に、うん、みやちゃんはおつぼね呼ばわりされて納得しているのだろうか、あの、本人も投稿ツイッターしてたので、おつぼねしてんのみたいな感じでしてたので、多分大丈夫、多分納得はしてると思いますね、そう、レインエリーはめっちゃ望んでる、あ、本当？ありがとうございますかな、なのでね、そう、なんかできたら、実現できたらいいなとは思っておりますね、ボイトレ効果ソロ公演ねえ、でもそうだね、なんか歌う機会、確かになんか歌う機会が増えたらいいなとは思ってて、うん、ねえ、そうなんですよね、なんかこうカラオケとか、そのショールームのさ、カラオケとかで入ってない曲が結構あったりするので、そう、それでね、なんかこうできたらいいなとは思ってるんですよね、うん、ね、セクシー担当になりそうですか、多分なれないけどねなれないけど、なんかそう、なれないけど、なんか出し、なんかね、こう出したり、出せたらいいよねそう、してなんでね、ユニットできたらいいですよね、やりたいね、そう、こんばんは、そう、アカペラで、アカペラ公演ってこと、あ、ひなちゃんと歌声、あー、それもいいなって思ったことあった、なんか一回そう、歌う公演っていうのもありだなって思ったんですけど、どうなんだろう、でも踊ってる姿もあれですよね、皆さん見たいですよね、見たいですよね、そうだからね、いろいろと考えて、歌う声もいいなって思ったし、なんかそうやって大人っぽい声もやるのもいいなって思ったし、そうやりたいです、なんか歌う機会とかがね、増えたらいいなと思っております、うん、かな、そうやりたいですね、いつかね、うん、朝、いつも朝何時起きるの急に朝何時で起きるの、朝ね、朝何時だろう、今日は7時半に起きました、うん、7時半に起きましたよ、そうかな、歌わない声もありなるほど、あ、みなのえみたいな感じかな、なんか一部こうあれかな、踊るって感じかな、うん、一回メンバーでハーモネプみたいなのやってほしい、あー、そうね、確かにいろんな公演っていうよね、確かにね、今だからこそできるっていうところもありますよね、こうなんかユニット公演ってなって、なんだろう、いろいろさ、こう自分たちでこう決められる部分とかもあるからね、いいよね、確かにいいかもしれない、朝は毎日二度です、確かに二度寝してます、うん、それこそ今に向けて2回分けてみたいかも、あ、本当に嬉しい、ありがとうございます、大人っぽい声をぜひ、分かりました、マリナプロデュースか、なるほど、プロデュースっていうほどのプロデュースできるのかわかんないけど、
でもしてみたいかな、ちょっと考えてみようかな考えてみようかなって思います。まりちゃんのソロトークショーの時歌うとか、ソロトークショーがねまずできたらいいんですけどね。そう、ある意味そう、今しかできないよね。なかなかさ、なんだこうやってユニット公演で披露させていただいてる公演とかってあんまりないじゃないですか。そう、池美さんがねやってたりとかすると思うんですけど、確かにマリピーそれこそガタピーじゃないもうそれこそガタピーだよね。ガタピー公演になっちゃうよね確かにいいかもしれないな。ね、そうだね、いろいろとできるといいね。確かにね、いろいろとできるといいかも。マリのセレクション公演とか、なるほどね、ガタピー公演ちょっと考えてみますね。ね、いいかもしれない、いいかもしれない。プロデュース公演で出てくれるの、あ、うん、もちろん自分もね出たいなと思ってて、いいね、ちょっと考えてみますね考えてみますね。何がいいんだろう、なんかね、いろいろと。でもそれもって、手取りとかもあれだよね、いろいろと考えなきゃだよね。そうなるとね、なんかこういうところでこういうところでこういう部分出して、こういう部分出して、こういうところで MC でみたいなね。そうだよね、いろいろ考えなきゃ。ちょっと考えますね、ありがとうございますアイニャーレナーマニアコねニャーがついてる、みんなね最後に名がついてる子たちだね地下ニャーも入るね、そこだとね。ね、いいかもしれない、ちょっと考えるかな。うん、みんなが楽しめる声になるかな、なると思いますよ。うん、ね、ちょっと考えてみたいと思います。はい、セトリアショールームで行きましょうちょっと待って、すごい大公開じゃん、大公開じゃない。ちょっとそれはそれはちょっとお楽しみにしていただきたいなと思います。期待していいやつ、いやでもなんか、でもできたらいいなって思う、できたらいいなって思うし、もしかしたら難しいってなるかもしれないし。そう、西荻がねちょっと今その変更してない子たちでねやってたりとかしてるから、そう今ねまだね西荻のこのなんで瀬取りを増やすっていうことができなくて、そうどうしようかな。でもちょっと言ってみるのはありかもしれないかも、ちょっと考えますね。そうなるとメンバーとかも考えなきゃだよね。うん、だよね、ちょっと真剣に考えてみたいと思いますね、思いますね、そう思います。なんかいいかもしれない、あーすごい、こうやってなんかショールームでちょっとね自分の中で決意が決まるとは嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、頑張りますね。そうだよね、ね、考えてみる。でももしかしたらそれができないかもしれないし、あれかもなんですけど、そうだね、できたらいいな。そう、まあ一つだしね、そうだね、いいかもしれない。なんか話、大きい話になってきましたよね。いいね、ありがとうございますかな。可能性、そう言ってみる、まあとりあえずね言ってみるっていうことは大事かなって思います。あ、寝ていいですよ、ごめんなさい、ありがとうございます。そう、企画書を書いてみるだけってもいいよね。うん、ちょっと伝えますね、そう、あ、伝えますね、考えます。そう考えて、ちょっとねあれか、もしあれだったら申し訳ないんですけど、そうなんかね何かのきっかけ、そう例えばそれがもし難しかったら、なんかいつかもしやるコンサートとかでそのメンバーで やらせていただくっていうことももしかしたらできるかもしれないし、そうだね、ちょっと考えてみようかなって思いますね。そうだよね、確かにそうだよね、今だからできることだもんね。うん、いいかもしれない、ちょっとまずは考えてみますそれでこういろいろとある程度決まってきたらちょっと言ってみたいなって思いますいろいろと想像してる時が楽しい。そうなんだよね、わかります。そう楽しいよね、絶対何かにつながるはず、つながるかなね。そう、実現はしなくてもきっかけ作りは大切なのかもね。ありがとうございます、嬉しいね、絶対無駄ならないよ、ありがとうございます。そうだよね、行動してみないと始まんないもんね。ちょっと考えてみたいなって思います。はい、そう曲とかも考えなきゃだよね。そうだよね、ありがとうございますね。ユニット公演自体がねもっとねそういっぱいできたらいいなって思うんですけどね。うんね、あ、西荻コラボ配信やってほしい、あ、またあのショールームかな、ショールームのお話かな、やりますね、ありがとうございます、やります。毎晩寝る前に考えたすごい、逆に寝れなくなっちゃうかも、毎晩ねちょっとうーううってなっちゃうかもしれないiPad で企画書作ってみて、あ、そうだね、せっかくね新しいの買ったしいいかもしれない。そうだね、動き出すの大事だね、ありがとうございます。なんか皆さんにものすごくお背中を押していただいた、押していただきました、ありがとうございます。そう言い合ってる時もね、そうあの楽しいよねこうやってね。うん、いいかも、ありがとうございます。想像したものを全部企画書に詰めて、詰まって、そうね詰めてね、かもしれない。
そう考えると遥か村公園してる村長ってすごいよね。確かにそうだよね遥か村のそうだよ ね村民会議ってねついてる公園ってすごいよね。確かにいいかもしれないね。ねいいかもいいかも。そうだよね。グッズのネクタイの案はどうなったそれはねまだ言ってなかったです。言ってみますね。それも言ってます。ごめんなさい、すっかり忘れてた、すいません。声優はちゃんと撮ってから撮りますね。撮ります。そう撮ります。そう考えますね。ありがとうございます。ねえどうしよう、ありがとう。でもちょっと考えようかな、考えてみます。はい、沼公園沼そうだ、寸劇ね。そう面白いですけどね。ね確かにそう、台本考えるってすごいよね。本当にすごいと思う、うん。あ、そう、マリアちゃん今日ね90分配信です。90分配信です。初見です。ありがとうございます、ありがとうございます。沼公園、西方温泉公園、すごいね。ゴールドドミンでゲスト出演とかで、あ、そうね、ゲスト出演とかねできないかな、したいんですけどね。そうゴールド村民だし、そうあの春カメラね観光大使だし、うん、やりたいかもしれないね。いいかもいいかも。ガタネーの猫ぶこガタネーの猫ぶ公園ってすごくないでも猫の格好したら可愛いよね。あ、なんか AKB さんの衣装でさ、チャム猫の時かな、そうの時に着てた、そうあの衣装とかも可愛いですよね。ね、いいかもしれない。猫の格好、猫あの衣装めちゃくちゃ可愛いですよね。あれもいいかもしれないね。観光大使だしね、ね出たいんですけどね。いいかもしれない。ショールームでソロ公演やってみてるでしょ。ああ私がショールームでか、なるほど、いいか、それもねいいかもしれないですよね。でもさ、ショールームのさ、そのカラオケにさ入ってないんだよね。そうもし私がソロ公演やるとしたらっていうことでこう考えるとしたら、そう歌ってみたいなって思うんだけど、ショールームね曲が入ってないんでございますやりたいですね。あ、そうだ、なんだっけ、 NMB さんもありますよね。ガールフレンドでしたっけ、ごめんなさい名前間違えたらごめんね。あ、そうだ、ありましたね。そうだ、なんだっけ、あの AKB さんの座ったよね、あの猫のね、なんだっけ、妖怪ウォッチだっけ、妖怪ウォッチとのコラボ曲もありましたよね。確かに、いいかもしれない。そう入ってる曲限定みたいになっちゃうんですよね。そうショールームにね、全然本当に私多分あの曲のジレンマが入ってたら絶対歌ってるんですよ絶対ね、そうあれなんですよ、あの歌ってるんだけど入ってなくって、そう入ってないんですよ、そう記憶のジレンマが。でそうなの、そう、あ、妄想ガールフレンドだ、ありがとうございます。そうねやりたいんですけどね。そう確かに入ってないよね。そう曲数、公演の曲数がね少ないのよ。そう少ないんですよ。間に合った、ありがとうございます。すごいね、ありがとうございます。結構深夜枠、なんだ夜枠、なんだ夜だね、夜に来てくださるの多いですね。ありがとうございます。この時間帯見やすいのかな、ありがとうございます、嬉しい、うんね前田社長にお願いします。そう言っといてください。そうあ、そうだね、ウーニャニャは確かにさ、春亀の公園でね見たいかもね。野菜シスターズの衣装だったら何着たい、圧倒的トマト圧倒的トマトです、すいません、ごめんなさい。そう私、そうあので前田敦子さんの衣装がめちゃくちゃ可愛いから、そうあの圧倒的トマトが着たい。でも私なんだろう、私ごなんだろう、ごぼうってあったっけ、ナスかなナスとかかなセンターポジ行っちゃったトマトの衣装めっちゃ可愛くない、めっちゃ可愛いですよね。ねえ、そうセンターの衣装、え何があるんだ、野菜シスターズって何があるんだろう、ちょっと今調べますね。野菜シスターズの衣装、ちょっと待って何があるんだろう。あ、でもやっぱトマト可愛いですよね。トマトしか勝たんじゃない。あ、玉ねぎも可愛いかもしれないね。確かに、でもそうだよね、トマトはねレイちゃんだよね、ですよね、レイちゃんだよね、わかるわかる。あ、ほんとだ、赤ピーマン、あ確かに赤ピーマンも可愛い、パプリカかな、赤ピーマンか、え可愛い、あメイさんの衣装だ、可愛い、ちょっと待ってね、衣装あるかな、あ可愛い、これユキリンさん、これってなんだろう、かぼちゃで合ってます、かぼちゃかな、ゆきりんさん、ゆきりんさんこれごめんなさい、何ですかね、ゆきりんさん、バナナないか、それ果物シスターズになっちゃないね。あ、ジュニ
さんの人参も可愛いね。人参も可愛くない？人参も可愛いね。あ、かぼちゃか、かぼちゃか、可愛い。え、可愛い。あ、玉ねぎもいい。玉ねぎもいいかな。あ、かぼちゃか、かぼちゃね。あ、今、あ、そうだよね。だって野菜一本のやつさ、なんか特典映像でついてきたやつ私見たことあるんですけど、持ってて、なんかさ、ジュース飲んでさ、なんか美味しいって言ってるやつありますよね。あれとかすっごい可愛かったもんね。ね、今思うと不思議だよね、ジュースを飲んでる映像ってね。ね、そう、あれですよね、不思議ですよね。特典映像でね、あったよね。あまりこさんもそうそう、可愛いよね。いいな、いいな、野菜シスターズの衣装可愛い。え、でもやっぱ、でもやっぱり、ね、そう、おはようだっけ、あのあっちゃんさんのさ印象が強すぎて、やっぱトマトの衣装可愛いな。ねえ、可愛いですね。うん、ね、あれめっちゃ飲んだね。ですよね、シュールな映像でしたよね。確かに、うわー、いいな。人参も可愛いし、ナス、あ、ナスがトモチンさんですね。そっかそっか、懐かしいですね。懐かしい、いいかもしれない。うん、あ、ほんと印刷されたパックがまだ持ってる。あ、ほんとに、すごいね、すごいね。そう、いいなー、この衣装とかもね、着てやれたら面白いですよね。そう、一回ね、そう、雨の動物園をやろうってなったんですよね。今までのなんか NGT のコンサートで、そう、雨の動物園やって、私がなんかゴリラを着るみたいなっていうのをそう、あのね、一回ね、考えてくださったんだよね、その今村さんか、今村さんが考えてくださってそれは結局ね、実現しなかったんだけど、そう、なんかね、そういうのがなんかリアルにさ、こうできたらいいよね。そう、そう、なんかね、そう、今までそういう NCT ってね、なんかこう、なんだろう、こうやったことがないんですよね。コンサートで、例えばそのマジスカロックンロールとか、そういうなんかちょっとこう学生をちょっと気崩したようなさがあるじゃん、ヤンキーっぽいすごいひっくりキラキラ輝いて、ありがとうございます。何急にありがとうございます、ミラーボールありがとうございます、キラキラ光ってる。そう、なので、そうなんですよ、だからなんかやりたいなと思ってて、そう、コンサートでね、そう、やりたいんですよね。うん、ね、そう、マジスカの衣装とかもね、やりたいですよね。あれで野菜好きが増えてそう。あ、そう、あ、確かに、なんか飲む方は増えたかもしれないよね。そう、やりたいですよね。衣装なしでそのままで OK では、これこれないでしょ、ないでしょね、やりたいな。そう、 NGT、 そう、動物が多いので、そう、動物が多いから、そう、雨の動物園はやりたいんですよね。あっちね、わかたねえが演じるんですね。え、私が、え、私あれ、ナチさんの方じゃない、あっちねえって言う方じゃない私多分ナチさんの方だと思う言う方はそうだと思います。うん、かな。そう、あ、カンブリのね、カビ、あの、カビリもね、かぶってたの面白いし。でも確かに、いっぱい私さ、今までかぶり物を作ってきたじゃないですか、かぶってきたから、それをなんかメンバーにね、かぶってもらいたいなっていうのはあるよねそっちだよね、私ちょっと手羽先食べてる方だと思うそう、私はそっちやりたいな言いたいね。そう、すごい、待って、すごい、ありがとうございます。すごい、キラキラ、ずっとキラキラ光ってる、ありがとうございます。無理しないでくださいね、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、見てる、そう、見てた、めちゃめちゃ見てたよ。そう、めちゃめちゃ見てた。うん、ね、かぶり物でね、そう、なんかそれを、ね、みんなにもかぶってほしいなって思う。なんか新潟の名物のものとかも作ってきたからこそやりたいなって思いますね。うん、かな、かぶり物ね、それもかぶってなんかコンサートとかできたらいいですよね。ちょっとレインボータワーのかぶり物かぶるとちょっと踊れなくなっちゃうんですけどかな、そう、やりたいですね。はい、かな鍋つついてる方、あー、チームホルモンですかね。ね、あ、確かに新潟の名物のかぶって NGT48 歌う、あ、チェスいいね、いいね、いいかもしれない、いいかもしれない。確かに、だって入ってるもんね。そうだよね、レインボータウンもね、入ってるしね。そう、せっかく作ったから、なんか本当にね、ショールームでかぶって、で、押し入れの中にしまうっていうパターンなんですよ。あ、そう、レインボータワーはもちろん7個にかぶせるかな。そうだからね、そうなんだよね、その行かせたらいいなって思いますね。うん、レインボータワーは置いてもろてもろて流行ってるのかなかな。そう、それもね、かぶってもらいたいなって
思いますね。うん、まあ1曲だけでね全然いいんですけど、そうなのでちょっといろいろとね自分的にはねなんかこうやって考えるのはものすごく好きなんですけど、そう、それがね実現するか実現しないかっていうのがちょっと難しいでございますわよね。うん、かな。そう、衣装として活用できるクオリティ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。かぶり物に合わせて歌詞を歌詞を書き換えましょう、いいかもね、確かに確かに、かな。うん、いいかもしれない。ガタネのセーターさえ使う使いたいね、使いたいぐらい、かぶってほしいぐらい、いいかもしれない。うんね、夢膨らんでく、そうだね、やりたいことがいっぱいあってね、そう楽しいよね、こうやってねお話できるのもね楽しいよね。ね、お父さんも大喜びだと思う。うん、賛同するメンバーを集める集めるしかないか。え、でも多分きっとみんなかぶってくれると信じてる、私は私はね信じてます、はい、かな。うん、まなちゃん裏方の仕事に興味ありますか。あ、でもそうだね、なんかこうなんだろうな、誰なんかこうみんなのことを見ることが好きだから、なんかみんなにこれやってほしいな、あれやってほしいなっていう考えることは好きかもしれない。うんね、かな。そう、なんかいろいろとなんかすごい今日はなんかなんだろう、実現できたらいいな話になっちゃったね、実現話がしたらっていう話になっちゃった。うん、そうかな。ひなちゃん星ゆうゆう配信してるよ。あ、ごめんね、星になっちゃった。なんだろう、何配信してるかな、何配信してるんだろう。ね、みんなでやるとね、楽しいですよね。そう、西方を略して、そう、ガタピーです。ガタピーです。そう、かな。なのでね、そう、なんかね、実現できたらいいなって思いますね。やりたいことがね。あと15分、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、楽しいですよね、こうやってね、話してるとき。そう。何、ひなちゃんと、ひなちゃんの配信、何してるんだろう、何してるのかな、何してるんだろう。かな、見たいやつが多いよ、ありがとうございます、嬉しいね。企画会議みたいな感じで配信して今日話して楽しかったです。うん、あ、何何何、ベジータ、ベジータじゃないか、これはベジータではないか、将来プロデューサーどう、でもどうだろうね。でも今ね、なんかはっきりと、あ、コスプレ、コスプレしてる、コスプレしてる、コスプレしてる、なんかね、そう、なんだろうな、でも考えるの好きだから、でもどうなんだ、でもね、なんだろう、正直なんかね、そう、私将来の夢っていう夢がないんで、あ、ロリータか、ロリータ、あ、なるほど、すごい配信してるね、目見てみたいね、ちょっと後でツイッター見てみようかなごめんなさい、ベジータとか言っちゃった、すいません確か見やすくてごめんなさい。そうね、だからなんだろうな、でもそう、今の将来の夢っていう将来の夢がそう、はっきりとなくって、ベジータ配信ってね、だよねごめんなさいごめんなさい、そうないので、だからね、なんだろう、今その夢だったのが本当こう、なんかアイドルになるっていうことだったからこそ、なんかね、はっきりとこのなんか将来何がやりたいっていうのがないんですよね。そうだから、なんだろうな、ね、難しいね、なんかそう難しいけど、なんか将来っていう将来がね、そう、なんていうんだろう、はっきりなんかこう自分が今これしたいって、将来これしたいっていうことはなくって、そう今ね、そうこうやってこうアイドルができてることが幸せなことなので、そうそうなんだよね、今を大事にしたいなって思うタイプなんだよね。でもね、そうなんか、まあ考えなきゃいけないなっていう時もあると思うんだけど、そうなんか今のせっかくのこの時間をなんか大事にしたいなってっていうのが今自分の中であるんですよね。だからこうはっきりとなんか将来の夢っていうものをなんかこう決められなくて、だからそう、むしろなんか今の将来の夢っていうのがアイドルであるからこそ、なんかアイドルをねもっと極められたらいいなって思います。うん、かなね。だから歌をね、そう極めて、歌もね、そう極めていけたらいいなと思っております。うん、かな。ほう、はい、今楽しい。そうね、やっぱりね、なんだろう、アイドルってね、こうなんだろうな、なんていうかな、なんか儚いですよねね、儚いよね、そう儚いよね、そうだからね、うん儚いからこそなんかあれかもしれない、うん、かな、やりたいって思うのか。西方食堂いつかにすごいすごい、西方食堂かな。そう、儚いよね、そう一瞬だからね、そう
なので私はそうだね、今はでかな、うん、なるほどそうなんですよね。そう、押せるときに押さないとで後悔します。そうだね、押せるときに押してくださいこの際本当に、うん、線香花火のように、確かにそうだね、線香花火のようにね、そうだよね、儚いよね、儚いですよね。30代の現役メンバー、いけるかな、輝いてますか、ありがとうございます、そう言ってくださってね、そうだよね、そうだよね、儚いし尊いし本当にね、そうだよね。だから今はそうかな、押しっぱなしです。ありがとう、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。そうね、だから今はそう、まあね、将来の夢っていう夢をなんかこう、もしかしたらなんだろう、なんか自分でもしかしたらなんかな、なんかなんだろう、アイドルっていうのが好きだからかな、なんだろう、将来っていうよりもアイドルが好きなのかもしれない、恥ずかしい、なんかなんだろう、なんか臭いこと言っちゃうけど、でもそうなのかもしれない、なんか今明確にこうなんかパッて出ないから、うん、かもしれないね。だからこれからもどん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 極めていけたらいいなって思いますね難しいね、もう少しオタクさせてね、ありがとう、そう言ってくださって嬉しい、ありがとうございます。そう、今が楽しい、そうだね、今が楽しいね。なんかこうやっぱ成長して、成長する過程を見ていただけるっていうのがやっぱ私はすごくなんか嬉しくて、やっぱ褒めていただけるっていうことは何より嬉しいんですよねすごい褒めてを要求しちゃった、ごめんなさい。なんかこう成長過程をね見ていただけるっていうことがなんか幸せだなっていうのがすごいあって、うん、だからなんか頑張ろうって思えるから、うんね、楽しいのかもやりきってください、はい、ありがとうございます、ありがとうございますかな、うん、見ていただけたらいいなって思います。もう十分見たよって方もいらっしゃるかもしれないんですけどかな、うんですね、そうしようかな、はい。俺にとっては何歳でも、何歳になってもマリちゃんはアイドルなので嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。これからも素敵なアイドルにて、 ありがとう、嬉しい、押し続け、出られるかって思うことばかり、本当嬉しい、マリちゃんの成長が楽しみ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます何、生誕祭で赤いちゃんちゃんこ聞かせたい、ちょっと待って、どういうことちょっと待って、どういうこと、どういうこと、赤ちゃん、赤ちゃん、どういうことどういうこと、嬉しい、マリちゃんの成長楽しみです、ありがとう、どんどん成長してこっちからも楽しくなってきます、ありがとうございます、まだまだ見たいし、ずっと見たい、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。なので、あ、人生変わった、本当にそんな私変えられてあげられたかな、ありがとうございます。そうなんだよね、アイドルを終えてもね、そうなんだよね、人生はまだまだ長いしね、そう、ちょっと長い目っていうか、なんかこう今をじっくりとコツコツと楽しんでいけたらいいなって思います。あ、そういうことそういうことね、赤いちゃんちゃんこって、ごめん、なんかあれ、ちょっと待って、ちゃんちゃんこってよだれかけじゃないか、違うか、ちょっと待って、ごめんなさい、調べますね、よだれかけのイメージあった、あ、これか、ごめんなさいごめんなさい、あのプレゼントで出てきました、すいません出てきましたこれでした、これでした、これなるほど、60歳までやってこれを基礎したいってことなるほど、ごめん、よだれかけのイメージやっちゃって、ごめんなさい、ちゃんちゃんこって言ってごめんね、ごめんなさい、すいませんこれを基礎したいと、ありがとうございますびっくりした、それのことだったのね、なるほど、びっくりした、60か、どうなんだろう、動けるかな、60歳になった時自分がね、動けるかなねえ、わしらが生きてるかどうか、いやいや、生きてて、生きてて生きてて、あ、そっか、松田聖子さんが、そっか、あ、そうなんですね、あ、そう、ずっとお綺麗ですね、めちゃくちゃ綺麗ですよね、そっか、コメントにこれもやすごめんねごめんなさいね、すいません、すいませんね、うん、天国の方もそねそんなことないでしょ、いてね、じゃあ私がアイドルでいる
期間は皆さん生きててください。絶対ね、本当に約束ね、これは本当にずっと見ててなんなら教えはしないで教えはしないでいただいてそう、教えはしないでね、はい、いきなりなんかちょっとあれなんかなんだってなってちょっといやって落ちてないでねお願いしますね、本当に。もう本当みんなそんなことないで、いてね、いてね、約束ね、もう長生きするっていうことね、約束です毎日刺激があったら長生きできてるかも。そう、教えはしないけど生きてると生きてるかはね、本当にお願いします。長生きとあの教え、あの禁止絶対命令ですね。懐かしいリカちゃんのかな、うん、はい、なのでいてください。70歳これつらい、そう、なんも私も長生きしますのでありがとうございます本当にもうそう、できる限り長生きします。ありがとうございます、ありがとうございます。介護はしてくださいね。でもまだピンピンだよ、絶対ピンピンだよ、うん、生涯マリナちゃんし、ありがとう、ありがとうございます。現場には出れなくなってそうなってるかな。でもお願いします。35年後36年後、ちょっとお願いしますよね。だからそうだね、もちろんそのなんかね、なんかそう将来の夢見つけ、まあ、話は戻るんですけど、まあ将来の夢見つけた方がいいよっていうことだったりとか、なんだろう、いろいろとあると思うんですけど、でもなんかね、今はなんかせっかくね慣れてるし、せっかくこうやってね応援してくださる方がいらっしゃるので、なんかアイドルをなんだろうな、極めていけたらいいなってとてもとても思いましたね。なんか逆にアイドルで燃え尽きたいなっていうところあるかなね、なんか難しいけどね、そう、なんかアイドルでなんかこうなんだろうな、燃え尽きたい伝わります、このなんか燃え尽きたいっていう言葉も合ってるのかわからないけど、うんね、伝わるかな、伝わる、伝わる、言葉難しいね。なんかそうアイドルとしてなんか燃え尽きたいっていうのが多分今の自分のあれかな、多分今の自分の気持ち、心境的には合ってるかなって思いますかな、うん、そう燃え尽きたいって感じかなそうかな、はいそう今はね、今の気持ちはね、そうこれからね、なんかもっといろんなことにアイドルで触れてって、じゃあもしこのなんか先にあこれやってみたいなって思うことがあった時には報告しますね、ちゃんと。やりきったってなったら最高、そうそうそうなんだよね、そうやりきったっていうところで終わりたいかな。なんか活動できなかった期間とかもあったりとかしたり、そしてねなんかもどかしいところとかもあったからこそね、なんかこうやりきったって自分が納得したっていうところまでできたらいいなって思います。なんで皆さんこれからもよろしくお願いしますすごいなんか深い話なのかいろんな話なのか、すごいなんか難しい、なんて言えばいいの、今日のテーマをなんかいっぱいいろんなこと話してた、いつもなんだけどねいつもいつもなんですけどね、永遠にやりきらないでそうね、でも難しいよね、始まりもあれば終わりもあるっていう言葉があるから、あピエピエ本当に。でもやりきるまでよかったらお願いします、はい、こちらこそありがとうございます、ありがとうございます、あと3分ありがとうございます。そう改めて、あそうだ、お話し会もね、ありがとうございました、そうありがとうございます、あ歌卒歌卒ね、ありがとう、押させてくれてありがとう、こちらこそありがとう、そうあシラフだよ、もちろんシラフよ、もちろんシラフですよ、うん、そう見届けることができるまでありがとうございます、ありがとうございます、そう納得するまでありがとうございます。なんだっけ、あそうおしゃべり会もねありがとうございました、本当に。そうなんだっけ、そのいっぱいすごいあのあなんかいろんな話しすぎてまとまらない、お話会もそうだし、そうあの劇場公演もね見てくださったり、あの見に来てくださったり、 DMM ね見てくださったり、本当に本当にそうね、すごい充実してた週末でございました、本当にありがとうございますありがとうございますね、本当に。そうゆうかちゃんとね、そう色違いだったんですよね、お洋服、そうありがとうございます
あ、楽しくなってきた。本当嬉しい。ありがとうね。ありがとうございます。またね、ぜひお待ちしております。そう、登録ね、忘れないようにね。そう、確かにそう、なんか会えるお話し会っていうのをね、シティさんがやってるんですよね。だから現地でね、そう、トーク会したいんだよね。そう、トークができたらいいですよね。こうなんか会える場所でね、直接ね。なんかそれがね、なんかね、実現したらいいなって思います。これもね、実現してほしいな。来週参加します。ありがとう。こっちも一緒です。ありがとう。うん、また公園で会える日を心待ちして、課長の待ちにしてますね。ありがとうね。ありがとうございます。ますます次の話。ありがとう。お昼声もありがとう。こちらこそ。ね、そう、もう少しね、現状こう落ち着いてきたらね、やりたいですよね。本当にね。そうだよね。そうだよね。そうだよね。でもね、改めて思うけど、こう離れていてもこうなんだろうな。応援してくださって本当にありがとうございます。またミラボール、ありがとうございます。キラキラ。そう。だよね、こうやっぱり今会えない期間でもこうしてね、ずっと応援してくださってて、なんかこう頭の、皆さんの頭の中に私がいるっていうのは本当に幸せなことだなって思います。うんね、会いたいですよね。ありがとうございます。うんね、ありがとうございます。今日も大好きでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ショールームでしか会えないね。ねね、そうだよね。またね、そう、会える機会あったらぜひ待ってますからね。ありがとう。10メートル離れてもいいから、本当ぜひぜひお待ちしてます。そうだよね、もどかしいよね。もどかしいよね。わかります、わかります。うんね、ありがとう、ありがとうございます。うん、しっかり見てました。ありがとうございますね。そう、 HKT さんもねやってますもんね。そうだよね、きっと落ち着くから大丈夫だよ。あ、ありがとう、すごい心強いコメント。30秒で足りない。ありがとうね、ありがとうございます。あ、時間かな、時間ですかね。ありがとうございます。あ、間違っ、時間間違っちゃったの。あ、全然、ありがとうね、見せてくれてありがとうございます。それでは、あ、キラキラ、ありがとうございます。キラキラ、また。ということで、お名前を呼びさせていただきます。13位がジャンジーアット西形家ワンタンさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして12位がアキラアットワンタン、今夜お疲れ様、チキ大事に、あ、大切にするよ、ありがとうございます、ありがとうございます。3、ありがとうございます、大事にしてね、ありがとうございます。そして11位がミヤノミッキーあとマリちゃん推し、ありがとうございます。3、ありがとうございます。ごめん、マリちゃん推しってなっちゃうとごめんなさい、3つけるの忘れちゃった。3、ありがとうございます、ありがとうございます。そして10位がりょうさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして9位が横浜のおじいさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして音速の気候者とありがとう、ててありがとうさん、ありがとうございます、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。そして7位がたけちゃんあとまた西方さん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして6位がせつなあとまた西荻公園最高さん、ありがとうございます、ありがとうございます。またね、いらしてください、お待ちしてます、ありがとうございます。そして5位がけいあと新潟さん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして4位がゴリニアと温泉アット今日のジレンマ最高でしたさん、ハトハトパチパチパチ、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。そして3位がノアマスターアット西荻大好きマンさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そして2位が高橋アット応援楽しかったです、ありがとう大好きさん、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。そして1位が菊池さん、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで今日も見ていただきありがとうございました。あ、ちょっと順番入れ替わっちゃった、ごめんなさい、順番入れ替わっちゃった、もう一回ごめんなさい、失礼します。13位がリオさん、ありがとうございます。そして12位がたけちゃんアットワンタン西方さん、ありがとうございます。そして11位があきらアットワンタン今日の公演お疲れ様、地域大切にするよさん、ありがとうございます。10位がせつなアットワンタン日曜日公演最高さん、ありがとうございます。そして横浜のおじいさん、ありがとうございます。そして音速の気候者とワンタンさん、ありがとうございます。そして7位がケイアと新潟さん、ありがとうございます。6位がゴリニーあと今日のジレンマ最高でした、ハドハドパチパチさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そしてミヤノミッキーあとマリちゃん推しさん、ありがとうございます。そして4位がノアマスターと西荻大好きマンさん、ありがとうございます。そして3位がゆうくんあと今日もありがとうございましたさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして2位が高橋あと公園で楽しかったです、ありがとう大好きさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして1位が菊池さん、ごめんなさい、ありがとうございます、順番が入れ替わっちゃって皆さんの名前呼びさせていただきました。
ということで今日もパチ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 ありがとうございます。ありがとうございます。参加者もねありがとうございます。毎回ね見てくださることもねありがとうございます。本当にありがとうございます。改めましてありがとうございます。公演お疲れ様、配信もありがとうね。こちらこそありがとうございます。公演ショールームお疲れ様でした。ありがとう、ありがとうございます。そうね、スクショタイム今ねちゃんとねちゃんとねバイバイを言わないでおったよおりました。ありがとうございます。スクショ、はいなんだろうな今日、何ハッシュタグなんだろう、ごめんなさい、ちょっと今日はもうもう顔があれなんですよ、すいません、はい覚えてたよ、覚えてました。これ楽しかったよ、ありがとう。あ、声だけ見れて、あ、よかった。1時間半だったから見れたかな。バイバイを言わない影の鳥はい、あ、寝落ちせず耐えてました。本当大丈夫、無理しないで、ね、でもね寝落ちしていいからね、全然寝落ちしてくださいね、うん、全然してね、安定のピースです、はい、ゆっくり休んでください。ありがとうございます。耐えたかな、耐えましたかね当てのピースですいません、はい、出たかな出ました。あっという間ですね、ね、あっという間でしたね。今日も1時間半配信してたけど、ベジータごめんなさい、キノちゃんのことベジータって言っちゃってね、ごめんなさい。ロリータがね確か見えなくてベジータかなと思っちゃった。ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。あ、楽しい、本当ありがとうございます、ありがとうございます意外なポーズは出てこなかった、ごめんね、ありがとうございます。あ、そうだよね、寝落ちしたらね、そうだよね、違う方の配信になってますもんね、そうだよね、ありがとうございました。よしよししてるのかなこれ、ありがとうございます。ということで今日も見ていただきありがとうございました。そう、なんだろうな、なんかまとめ何か言おうと思ったんだよね。あ、そう、なんだろうな、そのいろいろとね、そうお仕事だったりとか、なんかこういろいろとなんだろうな、公演行けなかったりっていう状況とかもあったりとかするんですけども、そう、いつでもね私たちは待ってるので、ぜひよかったら来れるタイミングだったりとか、なんだろうな、落ち着いたタイミングでねお待ちしてますので、よかったらね、そうまた次の機会に応募しようってまた思っていただけたら嬉しいなって思います。なのでよかったらお待ちしてますね。そう、それはね全部に対しているんだよね、おしゃべり会もそうだし公演とかもそうだし、うん、なので全然待ってますね、慣れてますそっかそっか、ありがとうね。そう、 DM で見てくださってね、こうなんだろう、ハッシュタグでねその感想を書いてくださることもすごく嬉しいし、そう必ずありがとうございます。そうなので、そうタイミングがね合えば全然申し込んでみてください。うん、待ってるよ、全然本当にずっと待ってるので、私はぜひ待ってますね。うん、ありがとう。そう、お仕事の方もねお疲れ様です、ごめんね、お仕事だった方眠いよねごめんね、引っ張っちゃった、私のわがままで。ということで今日もまたよかったらぜひお待ちしてますし、なんかね、なんだろうな、会える時をまた待ってますので私はなのでね、そうまたその会えた時にね、喜びを分かち合えたらいいなと思っております。うん、あ、4連休待ってるから大丈夫よかったね、待ってるからね、本当に。そう、本当今日眠い、寝てね、寝てくださいね、ありがとう。大丈夫、この後練習やから。あ、本当、あら一緒ですね、私もねこの後ね、そう明日のレッスンがあるので、そう練習しようかなと思ってて、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと練習してきますね、はい、ね、お待ちしてます。そう、明日もね、配信します。明日も22時16分から配信したいと思います。ありがとうございます、練習入ってたよ、ありがとうございます、ありがとうね、本当に見てくれてありがとうございます。眠いのにごめんね、そうごめんね、ありがとうございます。そう、ちょっとそう、でもね、そんな大変ではないので、はい、ありがとうございます。レッスン、そう明日も、そうレッスンの練習をしてきます。それではまたゆっくり寝てね、ありがとうございます。それではまたお会いしましょう、明日に。明日は、あ、明日が NGT デイですよねNGT デイだよね、だよね、ですよね。なんだ、あ、そうだ、ハッシュタグどうしようかな。ハッシュタグは、なんだろう、何かな、
運転の、もう頑張ってね、運転もね、気をつけてね、ハッシュタグおやすみ、ありがとう、何かな、ハッシュタグ、ハッシュタグが思い浮かばないハッシュタグベジータって面白くない、あ、青様ダンスレッスンするよ、あ、本当練習してくれる、ありがとう、なんだろうな、何がいいかな、アイドルとして思いつきたい確かに言ってたもんね、あ、いいかもしれない、それにしてもいいですか、ハッシュタグいいかも、確かにそうだよね、確かに今の私の全ての思いは多分詰まってると思う、アイドルとして燃え尽きたいっていうことにでよろしいですか、あと6分、あ、そうだね、ごめんね、にしたいと思いますそう、今のなんか気持ちとしてはそう、ごめんね、それにしたいと思います、はい、燃え尽きたいすごいよね、ありがとうございます、ありがとうございます、そうだね、その話したよね、言ってたもんね、それでも今の自分の気持ちはこんな感じなので煉獄さん心を燃やせ燃やしてるね私ね、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、なのでよかったらそのハッシュタグで今日の感想を伝えてくださると嬉しいですすごいね、そうね、でも本当に気持ちとしてはそう、今が一番楽しいかな人生でね、いや本当に、なんかちょっと待って、なんかね、なんだろうな、ちょっと最後にすごい臭いこと言うかもしれないんですけど、もうなんかマイクマイクって言っちゃう、なんかね、その人生で一番楽しい時が NGT で、人生で一番辛い時も NGT なんですよあ、そう思いつけてる、そうこの配信の時も、ね、そう本当これは言えるんだけど、それをなんか自分がね、あ、ごめん、もう、あ、これもはやてっぺんまで行っちゃった方がいい、ごめんなさい、てっぺんまで行こうかなそうそうなんだよね、そうだからこそなんだろうな、なんかそれをもちろんなんか悲しいことをね共有はさせたくなかったんだけど、みんなにね応援してくださる方にあの共有はさせたくなかったんだけど、でもね今こうしてね一緒になんだろうな乗り越えてくれたりとか、こうやって一緒になんだろう支えてくださったりとか、そばにいてくださったりとか、応援してくださるから私がこうやって今アイドルもできるし、だからなんだろうな、そう思えるからこそ、そう思ったからこそ、なんか多分そうやって思えるのかな、アイドルとして燃え尽きたいかなって思えるのかもしれない、うん、そういろいろあってね、そうね、そう本当にそうそうだね、人生で一番嬉しかったこととか、みんなにもちろん会えたこともそうだし、なんだろう、嬉しかったことたくさんあるよね、こうみんなでねランクインできた、ランクインを目指したこととかもそうだし、自分がずっと見てたさ総選挙、テレビで見てた総選挙に自分がランクインするとは思わなかったりしたし、そう、あとはそうだね、出会えたこともそうだし、もちろん応援してくださる皆さんもそうだし、メンバーにも出会えたこともそうだしっていうね、そうなんか人生で楽しい時を経験して、コンサートとかもそうじゃん、そういっぱい経験して、ライブとかもコンサートとかも公演とかもいろんなこと経験して、一番楽しい時をそう経験できたし、もちろん辛い時もあの時もあって、そう辛かったし、でもこうして今アイドルができてるのは皆さんのおかげなんで、はい、だからそれがね、だからなんだろうな、まあ、多分高校生の時とか中学生の時とかも青春はあったとは思うんですけど、なんだろう、今がめちゃくちゃ第二の青春なのかもしれない、うん、まあ人生まだ長いんですけど、そう青春だね、そうめちゃくちゃ、そう楽しいこと、めちゃくちゃ楽しい時もめちゃくちゃ辛い時も、その今見てくださってる皆さんと応援してくださってる皆さんと共有できてるってことが、やっぱりなんかなんだろう、いろんな意味で私は幸せものかなって思います、うんありがとうございます、ありがとうございます、そうそれをね、そう本当はね、そう共有はさせたくなかった部分とかもあるんだけど、共有させちゃったりとかね、悲しい思いとかさせちゃった部分とかあるんですけど、でもそれがなんか NGT で経験できてよかったなって思うかななんかおかしなことになっちゃうけど、おかしいんだけど、なんかでもそれがなんか皆さんとだから乗り越えられた部分もあるし、皆さんとだからなんか楽しい思い出に、ね、なったところとかもたくさんあって、そうなのでそうですね、はい、なのでそれがやっぱ良かったかなって思います、うん、こうやってね、なんか自分が、うん、なんか一緒にこうなんだろうな、そうすごい時を体験してるというか
なのでこれからもよかったらよろしくお願いします。そうだね、59分のね、ということで今日も見ていただきありがとうございました。人生いろいろで、ありがとう、ありがとう、ごめんね、ありがとう。それでは6465人の皆さん、たくさんのコメント、アイテムありがとうございました。本当にね、ありがとうね、いっぱい、そういっぱい一緒にいてくれて本当にありがとうっていう気持ちです。うん、ありがとうね。なかなか会えないけどね、会えない時でも思ってくれてありがとうございます。それではまた明日の配信でお会いしましょう。またね、グッドナイト、バイバイ、またね。これずっと手振ってようかな。ありがとう、またね、みんな。